生瀬橋は、宮城県仙台市で広瀬川に架かる橋で、宮城県道31号仙台村田線を通す。名称は、河橋当時の名取軍生井出村と宮城郡、広瀬村とをつなぐ橋であることに由来する。1939年に初めて架けられ、1977年にもう一本かけて併用する。新旧の橋の間は、金網で塞がれている。 橋の左岸に当たる北側が青幕橋6、右岸南側が青幕折立である。1939年の橋は長さ7 2 2 0ル、幅5 3 0ルで、幅1 5メートルの人道橋が隣接する。1977年の橋は長さ9 0 2 0ル、幅6 5 0ルで、この内幅2メートルを歩道とする。 北岸から南を見る。橋の手前で右に出る道が、宮城県道55号定義仙台線現在の生瀬橋から1、2キロの地点で、広瀬川は両岸に山を見上げるアイを流れる。橋は、龍沢という小さな川が、広瀬川に合流する付近にある。川上川の古い橋を北に渡ると、国道48号は右に曲がって、東に向かい、 仙台市中心部の北側に出る。橋の北詰めで左に出る道路は、宮城県道55号定義仙台線で、大倉ダムや定義如来に通じる。川下側の新しい橋は、南に渡って、交差点に出る。国道48号は直進して、東北自動車道の仙台宮城インターチェンジと、愛子バイパスに通じる。右折する道は、古くからの桜見街道に通じる。 左折する道は、宮城県道37号仙台北環状線で、ぐるりと回って、川下の新生瀬橋で広瀬川を渡り、龍沢に沿って北上して、泉区方面に向かう。北環状線は、北岸で国道48号をまたぎ越し、他の道とも交わらないので、生瀬橋の北から北に向かうためには、まず橋を南に渡らなければならない。 2008年度の仙台市と宮城県公衆衛生協会の調査、分析では、生瀬橋での広瀬川の流量は7.6、立方メートル、S、平均流速は秒速0.16メートル、BOD 平均は0.7ミリグラム、L、投資度は60センチメートル以上であった。2011年度の BOD75% 値は0.6ミリグラム、L、 2018年度にも0.6ミリグラム、L であった。江戸時代の桜波街道はこの辺りで広瀬川の北岸に沿って通じ、西の落合橋で南に渡っていた。今の生瀬橋の付近には、18世紀までに大橋という名の橋がかかっており、方内風土記にその長さ50軒、幅1軒半とある。1937年の道路改修で、 街道の橋の位置を東に移すことになり、宮城県が1939年2月に橋町72.2メートル、幅5.3メートルの4景間の鉄筋コンクリート橋をかけて生瀬橋と名付けた。落合橋は廃止になった。1977年に自動車交通量の増大に対処するため、川下側にもう一本のコンクリート橋がかけられた。 古い橋はそのまま残され、合わせて用いられた。この頃までの生瀬橋は、仙台から愛子、佐久並方面に行くためにはどうしても通らなければ、ならない道で、交通量が多い第一級の用路であり、ボトルネックでもあった。やがて、生瀬橋付近は、東北自動車道、仙台北環状線、愛子バイパスといった、新設の道路が集中する、道路交通の要点になり、 川上には、東北自動車道の広瀬川橋、川下には片側に車線ずつの新生瀬橋ができた。その中で生瀬橋と橋が通す道は地位を相対的に、低めたが、なおも、交通量が多い。2016年4月1日に生瀬橋を通る国道48号が、宮城県管理となる、宮城県道31号仙台村田線に変更となった。ありがとうございます。